始まりは携帯小説だった。時代の語り部よし、彼の生み出す物語は少女たちの今を伝える。これはよしのもとに届いた投稿メールから生まれたトゥルーストーリーである。この番組は KDDI、 資生堂、ホンダ、サントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。見知らぬ者同士をつなぐライブチャット。私はそこでユーナという少女の仮面をつけ、名も知らぬ人たちと言葉を交わす。それが私の仕事だ。何してる人ですか？ユナちゃんは新人ですか？カピカピの1年生ですか？酢豚にパイナップルはありですか？山は死にますか？海は死にますか？クリリンは生き返りますか？チャッチャラチャラチャッチャラチャララララ意味がわからないんですけど。ねえ、今度マジでデートしない？いや、でもなノリ悪いな。少しは話合わせろよ。今日の席何色ですか？はあ、イエスキリストって金星人だったの知ってますか？なんなのよ。別に楽しんでやってるわけじゃない。でも普通に人と会話できない私にとって、これが唯一誰かとつながれる方法だった。このバーチャルな世界が私のすべてだって。私は変わりはない？まあ、なんとか。でも工場辞めて今は一人暮らしでしょ？生活は大丈夫なの？ネットでバイトしてるから。ネット？それってひょっとして？別に変なことするわけじゃないんです。ただお話しするだけですから。お待たせしました。私やっぱり人のいいところはちょっと。まあ君の気持ちはわかるけど、でも過ぎたことは過ぎたこととして、そろそろ自分の将来を考えてもいいんじゃないかな。君はまだ18だ。その気になれば大学検定を受けて進学だってすることができる。いつまでも人目を避けて閉じこもってるわけにもいかないだろう。いらっしゃいませ。445円になります。ありがとうございました。君大丈夫？すいません。
バイト代が少ないって言うけど、君みたいに気に入らない相手片っ端からキックしてたら稼げるわけないだろう。でも色っぽい格好して相手の気引くとか、少しはエッチな話にも付き合うとかさ、そうやってサービスしてアクセス増やさないと。わかる？ありがとうございます。お元気ですか？元気だよ。あそこもね。ねえ、せっかくだからお互いの顔見て話さない？わかりました。やり。どう？見えた？はい。よろしくね。早速で何なんだけどさ、チャットエッチしない？でもここ一応ノンアダルトだし。他の女の子みんなやってるよ。ポイント欲しいんでしょ？もっとサービスするからさ、付き合ってくんない？ちょっとだけなら。いいよ、いいよ、かわいいね。じゃあ服脱いでみようか。ええじゃないよ、早く服脱げよ、早く。無理できない。ざけんなよ。ここまで人のこと盛り上げてる今さできませんでか。本当にごめんなさい。その代わり話なら付き合うから。ざけんなよ。俺いい気になってんじゃねえぞ、この豚女。てめえらのくだらねえおしゃべりで金取れると思ってんのかよ。いいから脱げ、脱げって言ったら脱げよ。さっさとしねえとてめえマジで殺すぞ。殺してやる。ほら何やってんだよ。脱げ脱げ脱げ、さっさとおっぱい。こんばんは、ゆうなです。太郎さん、いつからいたの？ごめんなさい、気がつかなかった。ひょっとしてずっと見てた？何か嫌なことでもあった？前の人がちょっと、それで嫌なこと思い出しちゃって。そっか、じゃあ退出しようか。いいの？でも大丈夫？平気。ねえ、どうして何も聞かないの？何を？だから何があったのかとか。辛いことなら無理に言葉にすることはないよ。誰だって一つや二つ、人には言えない辛い思い出はあるからね。
ねえ、太郎さんのことを聞かせて。僕の？うん、何でもいいから。じゃあとりあえず僕の3サイズでも教えようか。やっと笑った。え？やっぱり君は笑顔の方がいいよ。さん、また来てくれたんだ。うん、迷惑だったかな。ううん、ずっと待ってたんだよ。お世辞でも嬉しいよ。そんなんじゃないってば。ねえ、太郎さんって普段は何してる人なの？一応学生してます。一応？遊んでばっかりであんまり学校には行ってないから。ゆうなちゃんは？事情があってちょっとヒッキーしてる。全然出かけたりしないの？うん。どうして？どうして？だって怖いから。怖い？私、外の世界でなんか生きていけない。どういうこと？よかったら聞かせてくれないかな。ゆうなちゃん、話してみてよ。ごめん、ちょっと疲れたからこれで落ちるね。ねえ君さ、いつも同じものばっかりだけど飽きないの？別に。そう、ならいいんだけど。ありがとうございました。太郎さん、この前はごめん。君の気持ちも考えないで。ううん、私の方こそごめんなさい。でももう大丈夫だから何でも聞いて。じゃあ聞くけど、閉じこもったままの生活なんて退屈じゃない？前ほどでもないよ。どうして？だってこうして太郎さんと話せるようになったから。だけどいつまでそうやって閉じこもったままでいるつもり？わからない。君に見せたいものがある。僕の部屋から見える桜の木だ。もうつぼみがついてる。ああ、春になって花開いた姿を見ると圧巻だよ。君も見たいと思わない？うん。けどそうして閉じこもったんじゃ、花の香りや吹き抜ける風は感じることができないよ。今の君はカゴの鳥と同じだ。自由に大空を飛ぶ楽しさを知らない。でも傷つきたくないの、これ以上。僕は君に本当の意味で生きてほしいんだ。生きる？ああ、君には自分の羽で羽ばたいて自由に飛び回ってほしい。そりゃたまには傷つくことがあるかもしれない。でも本当に生きるっていうことはそれでも飛び続けることじゃないのかな。
ず外に出たら大きく深呼吸して上を見てごらん。うわ、空ってこんなに高かったんだ。どう？まだ怖い？少し。でも頑張ってみるね。何だって初めからうまくいくわけじゃない。少しずつ変えていけばいいんだ。少しずつ。前のままだったらどうしようかと思ってた。私少しずつでも外に出てみようかと思って。そうか。でもどうして急に？友達がそうした方がいいって。友達ができたのかい？まだ会ったことないんですけど。いらっしゃい。もったいね。そんだけ可愛いんだったらもっと早くそういう格好すればよかった。とは言ってものり弁とウーロン茶は相変わらずか。はい。私そんなに変わったかな？自分じゃまだまだって感じがするけど。だよ。君の顔を見てればわかる。ねえ、カメラオンで話さない？だって私いつも見られてばっかりだもん。一度くらい太郎さんの顔見てみたいよ。ごめん、僕のパソコン古いやつだからさ、カメラついてないんだ。そうなんだ。じゃあ今度会わない？太郎さん。ありがとう。でもこのままの関係の方がいいと思う。どうして？だって僕と会ったら絶対失望するよ。しないよ。それに僕たちはバーチャルな関係だ。会うべきじゃない。じゃあずっとこのままなの？でも君が必要としてくれる限り僕はいつでもここへ来る。もう君は一人ぼっちじゃないんだ。一人ぼっちじゃない。ああ。でしょ、英雄いいよね。あの子。あ、待って。リカ、嘘。
太郎さん、何かあったの？やっぱりずっと私の生きる世界じゃないよ。ダメだよそんな風に考えちゃ。せっかくここまで頑張ってきたじゃないか。もう無理だよ。無理なもんか。君ならできる。できない。私は外で生きちゃいけない人間なの。もう知らないくせに勝手なこと言わないでよ。ごめん。私いいんだ。それよりよかったら聞かせてくれないか。分かった。2年前16の頃、私進学のこととかで両親とうまくいってなくて、毎日のように親友のリカと街で遊んでた。そうやって目の前の楽しいことを追っかけてれば嫌なことが忘れられたから。そんなある日、あいつに、慎吾に出会ったの。ごめんなさい。なんか初めてだった、慎吾みたいなタイプは。慎吾は私の話を一生懸命聞いてくれた。私を受け入れてくれた。幸せだった、慎吾といるだけで。慎吾だけは私を分かってくれる。私を裏切らない、そう信じてた。だけど慎吾？慎吾いない。どうして？あんたバイトのはずじゃん。ちょっと待って。ほっときなよ。見られちゃったんだからしょうがない。殺してやる。よせ。ついたら私の手に血がついてて、慎吾は幸い一命を取り留めて、私は保護観察処分になった。そして保護司の新庄さんから聞いたの。慎吾が怪我の後遺症で障害を背負っていく体になったって。もう二度と顔見せないでちょうだい。あなたのおかげで、あの子は。本当にすいません。私償いなら何でもしますから。いいから帰って。私気がついたの。あの瞬間、私には確かに殺意があったって。そのことに気がついてから、私は人と接することができなくなった。だってまた同じことを繰り返してしまうかもしれないから。それに人に見られるたび思うの。あ、きっとこの人も私のことを悪魔のように憎んでるんだなって。最低でしょ。こんな気持ち太郎さんにはわからないよ。わかるよ、僕にも。太郎さんが？ああ、僕だって君が考えているようないい人間なんかじゃない。太郎さんは私とは違うよ。だって優しいもん。ねえ、人には二つの顔があるのを知ってるかい？二つの顔？ああ、天使のような自分と悪魔のような自分だ。確かに君のしたことは簡単に許されることじゃないかもしれないけど、でもそれだけが君の全てじゃないはずだ。こうして僕と話している時、
君はとても優しい顔をしている。それだって同じ君に違いないだろう。私が？そうだ、人は誰でも二つの顔を持ってる。何も君一人が特別なわけじゃないんだ。けど私のせいで慎吾は。確かに彼が一生車椅子の生活になってしまったことは残念だ。でもだからといって君が今のままでいることがいいとは思えない。お互い犯してしまった罪は消えない。でも勇気を出せば前に進むことができるはずだ。だったら、だったら会おう。私太郎さんに会えば変われるような気がする。それはできない。なんで？私が犯罪者だから。違う。じゃあどうして、どうして会ってくれないの？太郎さん、僕のつまらないおせっかいが君を傷つけてしまったようだ。ごめん、もうここには来ないよ。待って。私だ、新庄だ。いるんだろ。一体何があった？二日も面接日をすっぽかして具合でも悪いのか？帰って。とにかくここ開けてくれ。いいから帰って。もう一人にしておいてよ。どうかしますか？いや、いいから働けよ。はーい。殺してやる。人は誰でも二つの顔を持ってる。何も君一人が特別なわけじゃないんだ。確かに彼が一生車椅子の生活になってしまったことは残念だ。でもだからといって君が今のままでいることがいいとは思う。人は誰でも二つの顔を持ってる。人は誰でも二つの顔を持ってる。こんにちは、太郎さん。どうしてわかったの？出て、
私が事件のことを話した時、慎吾は傷害を負ったとしか言わなかったのに、最後のチャットの時、太郎さんは車椅子だって口を滑らせたから。そっか。どうして、なんで私のために、私のこと恨んでるんじゃないの？もちろん、はじめは恨んだぞ。でもある日、たまたまネットで君のことを知って、太郎として接していくうちに、君がどれだけ苦しんでるかを知った。あの事件で苦しんだのは僕だけじゃない、そう思ったら、君をそのままにしておけなくて。元はといえば、僕の弱さのせいだ。あの時の心の弱さが結果として君をこんなに苦しませてしまった。顔を合わせる資格なんてなかったんだ。本当にすまなかった。慎吾、慎吾じゃない。私、2年前のあの時の慎吾が慎吾の全てじゃないと思ってる。私を励ましてくれた太郎さん、あれが本当の慎吾なんじゃないかって、そう思ってる。本当にごめんなさい。慎吾、太郎さんがその理由は
なことをするために東京に来たんじゃない。絶対女優になれ。 AV 出た女が普通の女優になれるわけねえだろ。もう無理だよ、やり直せない。余裕になんかなれるわけないだろ。この番組はサントリー頑張るよ、ホンダ、しかしてボケちゃう、資生堂、お前が女優になりたいって、 KDDI と、私はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。